皆さんこんにちは。皆様のお近くのジムも再開され、少しずつ以前のようなフィットネスライフを取り戻されている方も多いのではないでしょうか。本日はタイトルにもあります通り、これからフィットネスを再開しようと考えている方に向けてお話をしていきたいと思います。トレーニングができなかった間に体に変化を感じている方は少なくないのではないでしょうか。例えば駅のホームを登り切った時の息切れ、朝ズボンを履いた時に感じるお腹の出具合、仕事から帰った時の疲れなど、どうしても運動から離れてしまったことで少なからず運動量が減っていますので、そのような日常でふと気づくこともあると思います。最近ニュースなどでもこのような運動不足が取り沙汰されていますが、定期的な運動を行うことでこのようなことは解消されていきます。運動をお休みされている期間の中でストレスを感じて甘いものに手を出してしまったりとか、手軽だからといってパンやおにぎりだけで食事を済ませてしまったり、場合によってはカップ麺など手軽なもので済ませてしまっている人もいるのではないでしょうか。運動量が減って筋肉量の減少につながり、さらには食生活の乱れ、これによって少し太ってきたかなと感じられることが出てくると思います。まずここで大事になってくるのは筋肉量です。決してマッチョになりましょうということではありません。適切なウェイトトレーニングにより筋肉量を増やすことは基礎代謝アップにつながるんです。この基礎代謝が高いほど何もしなくてもエネルギーを消費していきますので、太りにくい体質変化に結びついていくんですね。同じ量の食事を食べてもエネルギーをため込む人、または消費する人、これでは大きな差が出てきますよね。また食事については現代人はもともとタンパク質の摂取量が減少していると言われています。1日のタンパク質の必要量は成人で体重 1kg あたり 0.8 から 1.0g、 70kg の体重であれば1日に 56g から 70g が必要となります。ここでなんだそれじゃあ 70g のお肉を食べればいいのかと思った方もいたかもしれませんが、そういうわけではないのです。実は茹でたささみ 100g の中に含まれるタンパク質は約 30g と言われており、脂の多いお肉であれば含まれるタンパク質量も少なくなります。もちろん偏った食品だけからタンパク質を摂るよりも、魚や卵、乳製品、大豆食品などまんべんなく取るのが良いですね。さらに意外かと思われるかもしれませんが、加齢とともにタンパク質の摂取量は実は増えていきます。体の中に取り込まれる栄養素が少なくなってしまうわけですから、ご高齢の方は体重 1kg あたり 1.0 から 1.2g のタンパク質摂取を心がけましょう。ウェイトトレーニングは実は免疫力の向上に結びつくことが期待されています。筋肉内にはたくさんの毛細血管があるのですが、その数密度がウェイトトレーニングによって増していきます。その結果筋肉内により多くの血液が供給され、全身の隅々まで酸素や栄養が行き渡ることになりますので、老廃物の排出も活発になってきます。全身の細胞が活発になれば代謝や免疫力の向上にもつながっていくんですね。また先ほどの食事の話に加え、
根菜類も付け加えることがおすすめです。ビタミン A の豊富な人参やビタミン C の豊富なブロッコリーやジャガイモ、食物繊維の豊富なごぼう、さらにブロッコリーには葉酸も多く含まれています。このようにご紹介した根菜類は免疫力や抵抗力を高めるのに一役買ってくれる食材ですので重宝したいですね。必ず一日の中で行うこととして食事の他に睡眠が挙げられます。皆さん睡眠っておろそかにしがちではありませんか？実は睡眠も非常に重要な役割があり、疲労回復や免疫機能の向上に役立つと言われています。睡眠が不足すると情緒不安定に陥ったり、疲労感、集中力の低下につながり、トラブルや事故につながることもあるんです。だからこそ良質な睡眠は大事になってくるんです。どうしてもありがちな就寝前のスマホ操作、これは深い睡眠の妨げになりますので、就寝前はできる限り操作は控えましょう。また良質な睡眠には食事も大事なんです。牛乳などの乳製品や大豆食品などタンパク質が多く含まれる食品にはアミノ酸の一種であるトリプトファンが多く含まれ、この栄養素が良質な睡眠に役立つと言われています。健康の三大原則と言われます運動、休養、栄養、これまでご紹介したことを生活の中に取り入れ、ぜひ皆様の健康管理にお役立ていただければと思います。ここでジムでお客様からいただいたお声を紹介したいと思います。今まで続けてきた運動を再開したことで日常生活のリズム作りに役立っています。思いっきり大好きなトレーニングで体を動かして汗をかくのは気持ちいいです。ジム仲間と顔を合わせることができてほっと安心しました、などなど、少しずつ元の生活に戻っていることを実感し喜ばれているお声をたくさんいただいております。またゴールドジムでは安心してご利用いただけるようさまざまな取り組みを徹底し感染拡大の防止に努めています。ご入館時の問診票への記入と検温、施設内でのマスクの着用、外気の取り入れと施設内の空気循環、スタジオ内の参加人数の制限と換気対応、スタッフのうがい、手洗い、体調管理など、ここでは取り組みのほんの一部をご紹介させていただきました。詳しい内容は概要欄の URL からご覧いただけます。ゴールドジムでは皆様にとってちょうど良い運動習慣イコールフィットネスを提唱しており、皆様お一人お一人のニーズに合わせてゴールドジムでは運動、休養、栄養のご提案をさせていただいております。ぜひ皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゴールドジムではオンライン限定のボディメイク企画ゴールドジムチャレンジ、そしてボディコンテストの入門用大会としてオンラインで開催されるE マッスルゲートが開催、さらにこの秋全国各地でマッスルゲート東京においてゴールドジムジャパンカップを開催します。皆様のご参加をお待ちしております。
詳しくは概要欄をチェック。